こんばんは、おみやです。今回は最近食べたボリュームのある料理のまとめをお届けします。まず最初は那須烏山市にありますことぶき食堂さんに行ってきました。疲れにはできないですよね。あ、できますよ。大丈夫ですか。はい、じゃあこれでお願いします。カレーとミニラーメンセットです。あ、はい、お願いします。すいません。ということで、私はカツカレーとミニラーメンセット1100円を注文しました。卓上には醤油、ソース、酢、ラー油、岩塩、ブラックペッパー、ふりかけがあります。はい、すいません。さあやってきました、カツカレーとミニラーメンセットの到着です。サラダがついてきます。いただきます。ミニラーメンの具材ですが、レンコン、わかめ、ナルト、ゆで卵半分、チャーシュー、ネギが乗っていて、ミニではなくジャンボサイズ。スープですが、すっきりしながらもほのかなごま油の風味で、ネギとごま油の相性が抜群で懐かしさを感じる味わいです。麺ですが、中太縮れ麺です。ちょうどいい麺の硬さでスープがしっかり絡みます。具材も安定感のある美味しさで、大きなチャーシューは柔らかで、噛めば噛むほど旨味がじゅわっと口の中に広がります。まさにジャンボ鶴田の必殺技のように、シンプルながらも破壊力のあるラーメンです。カツカレーですが、具材が玉ねぎで、ドロッとしたルーで、黄色い福神漬けが添えられています。濃いめでコクがすごいです。後からほんのり辛さがきて、うみゃーです。カツですが、程よい肉厚で、サクサクジューシーで、肉の旨味と甘みがたまりません。普通盛りなのにえげつないボリューム、まさに天竜源一郎のえげつないキックのようです。グーパンチのようにガツンと食べ応えがあります。この最強セット、天竜鶴田の鶴竜コンビのように最強です。黄色い福神漬けも最高です。安くてうまくてボリュームがあって、まさにことぶき食堂ね。そういえばことぶき食堂さんの駐車場なんですけれども、お店の両隣に専用駐車場があります。場所なんですけれども、国道294号線沿い、栃木トヨタ那須烏山店向かいにあります。店内はテーブル席、小上がり席があります。おみゃーのお腹は全然ことぶきじゃないわね。うみゃーで安くてボリュームがあり、メニュー豊富なので、次回何を食べるか悩みます。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、益子町にあります手打ちラーメン祇園さんに行ってきました。卓上には醤油、酢、七味、胡椒、ソースが置いてあります。はい、すいません。さあやってきました、パーコー麺とライスの到着です。漬物がついてきます。いただきます。パーコー麺の具材ですが、パーコー、コーン、わかめ、メンマ、ネギが乗っています。スープですが、しっかりとした鶏ガラベースのすっきりとした醤油スープです。自称日本一プライベートはいい人なヒール、祇園ストロングマシーン2号のようなスープです。稲庭うどんのような見た目の麺ですが、もっちりとしていて風味があり、スープとの相性抜群です。豚肉に衣のついたパーコーですが、豚ロースで脂身の甘みがたまりません。衣はサクッとして、青いマスクの暴れん坊、祇園ストロングマシン2号のように暴れまくりで、ご飯が進みます。あっさりラーメンに合い、後半油や味がスープに溶けてたまりませんでした。ボリュームがすごく、普通盛りで麺量ゆで後 500g、 パーコーが 200g で、大盛りにすると総重量 1kg くらいになるそうです。ラーメンとライスにのせたパーコーに胡椒をかけましたが、ラーメンは引き締まり、パーコーライスはさらにライスが進み、ライスを完食、そして程よい酸味のある漬物がいい箸休めになります。ボリューム満点でたまらないわね。そういえば手打ちラーメン祇園さんの駐車場なんですけれども、お店の横を入っていくと専用駐車場があります。場所なんですけれども、国道121号線沿いファッションセンター島村さんの向かいにあります。店内はカウンター席、テーブル席、小上がり席があります。おみゃーは最初何も知らないで大盛りにしそうになったわね。他にもいろいろなメニューがあり、気になるのでまた再訪したいです。ご主人とのお話も盛り上がり、アットホームな雰囲気でした。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、大田原市にありますグリテツさんに行ってきました。
わさびかにんにくわらびいただけます。和風かわさびかにんにく、はい、あー、すげーな、ニンニクで、はい、お飲み物がコーヒーかウーロン茶のアイスかホットでご用意してあります。ウーロン茶のアイスでお願いします、はい、食前食後どちらお持ちしますか。あ、料理と一緒に、一緒にいいですか、はい、卓上にはスパイスとフォークとナイフが置いてあります。80g ですね。ちょっとお持ちいただきます。ニンニクのソースと、はい、最初盛りです。ニンニク作りたてなのでちょっと熱いかもしれないんでお気をつけください。はい、すいません、はい、失礼します、はい、さあやってきました。サーロイン 180g ご飯大盛りの到着です。いただきます。お肉にニンニクソースをかけていきます。肉の上にはバターが乗っていて、下にはマッシュポテトが敷いてあります。お肉を切っていきますが、焼き加減はミディアムあたりで、レアなどにしたい場合は店員さんに確認した方がいいです。ご飯の上に乗せてちょんまげマーチ状態にして、しっかりとした肉の味が口に広がり、ペッパーとバターの風味がよく、ニンニクソースがガツンときます。まさにグリズリー岩本がブル中野と 3WA 世界タッグ王座を取ったように、ニンニクマンがサーロインとタッグを組みチャンピオンになりました。マッシュポテトと合わせましたが、滑らかでベーコンの風味と程よい塩味があるマッシュポテトとお肉が合わさり、ご飯が進みます。続いてスパイスをかけましたが、塩とフライドガーリックがしっかりしていて、こちらもご飯が進みます。まさにグリズリー岩本がアジャコングと再度 3WA 世界タッグ王座を取ったように、ニンニクマンがサーロインとタッグを組みチャンピオンになりました。スープさんですが、チワス。スープさんですが、わかめのスープで、濃いめのピラフととても合いそうなスープです。大盛りご飯はびっちり入っていて、タレに肉汁が混ざりたまりません。そして大好きなプルプルの脂身。脂身が脂身を食べています。少し時間が経ったマッシュポテトは鉄板で少し焼かれた状態になって、香ばしさがプラスされたまりません。とてもお得なランチで、グリズリー岩本がドリル仲間へと全日本女子タッグ王座を取ったような感動ね。そういえばグリティスさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前とお店の両隣に専用駐車場があります。場所なんですけれども、県道53号線沿い紫塚交差点付近にあります。店内はテーブル席、小上がり席の個室席となっています。おみゃはいつになったら脂身から赤身肉になるのかわからないわね。とてもうみゃなステーキでした。ハンバーグやステーキ丼など次回何を食べるか悩みます。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、下野市にあります中華林さんに行ってきました。あ、はい、すいません。さあやってきました。ランチセット汁なし担々麺とミニ麻婆の到着です。セットにはスープ、ライス、漬物、杏仁豆腐がついてきます。いただきます。汁なし担々麺の具材ですが、水菜、パクチー、もやし、ひき肉、ナッツ、ホアジャオが乗っています。麺は中太麺。もちっとした食感でしっかりタレが絡んでいて、濃厚な味わいでコクがあり、ごまとナッツの風味がよく、ナッツぎっしりで確かな満足で、辛さはあまりなく、後からなかなかのしびれがきます。パクチーや白髪ネギ、もやしがさっぱりさせてくれて、うみゃです。まさに門倉凛の師匠である長代千草の聖剣好きのような刺激的なしびれ。麻婆豆腐ですが、四川風でホアジャオが効いていて、コクと旨味にふわふわ豆腐、オイルがたまりません。もちろんご飯案件です。麻婆豆腐は汁なしよりしびれます。まさにライオネスアスカのカウンター主張のようにしびれが突き刺さります。汁なしと麻婆のダブルしびれ、まさにクラッシュギャルズのダブルサソリのようです。そしてそのまま汁なしをリングインしましたが、麻婆の後に食べるとその濃さがはっきりわかり、さらにご飯が進み、ご飯を完食してしまいました。このしびれ、ドラクエでいうところの毒針で急所を突かれたようなしびれで、汗が止まりません。メタルおみやが痩せてはぐれおみやになってしまいます。濃いめの漬物もご飯に合いますね。スープさんですが、チワス。スープさんですが、大根、人参、トウモロコシのスープで、出汁が効いてトウモロコシの味がにじみ出た優しいスープです。
味もボリュームもあってご飯がおかわり無料なのは嬉しいわね。そういえば中華林さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前とお店の横に専用駐車場があります。場所なんですけれども、 JR 小金井駅から車で約3分、国道4号線沿い川名護交差点近くにあります。店内はカウンター席、テーブル席があります。おみゃははぐれメタルと言って帰ってきたらキングスライムになっていたので、毒針を刺しておいたわね。ボリューム満点で本格的な中華がいただけ大満足でした。最後に濃厚でとろける杏仁豆腐を食べて完食です。ごちそうさまでした。最後は益子町にありますとんかつちとすさんに行ってきました。卓上にはソース、ドレッシング、からし、七味、岩塩が置いてあります。ビルマ汁ですね。さあやってきました、ジャンボロースカツ定食、ご飯大盛りとビルマ汁の到着です。漬物、白ごま、千キャベツ、マカロニサラダ、オレンジがついてきます。いただきます。ジャンボとんかつですが、ザ・ジャイアントこと身長2メートル13センチあるポールワイトのような大きさ、割り箸くらいの横の長さでいい感じの肉厚です。まずはご飯にのせてちょんまげマーチ状態にして塩とレモンでいただきます。口に入れた瞬間、香ばしい香りが口に広がり、風味が最高です。衣がさっくりして、肉の旨味と脂身先行ですが、上品な甘みで全くくどくなく、優しい味わいで食べやすくうみゃです。この優しさ、巨体だけれど実は優しく、とにかく泣き虫なポールワイトのようです。続いて白ごまとオリジナルソースをつけていただきましたが、濃いめでほんのり酸味とスパイシーで辛口のソースでご飯がどんどん進み、危険です。ポールワイトのボディスラムでも破壊力があるが、さらに破壊力のあるチョークスラムのような危険なオリジナルソースととんかつの組み合わせ、漬物とマカロニサラダがいい箸休めになり、気になるビルマ汁ですが、ナスやインゲン、人参、豚肉、トマト、玉ねぎ、じゃがいもが入っていて、ほんのりスパイシーでありながらもすっきりとしていて、具沢山なさっぱりスパイシーなトマトスープといった感じです。ご飯の大盛りはびっちり入っています。噂通りの美味しいとんかつだったわね。そういえばとんかつ千歳さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。場所なんですけれども、益子駅から車で約3分、国道294号線沿い栗崎交差点付近にあります。店内はテーブル席、小上がり席があります。どうも皆様お久しぶりです、春山ビルマです。とても海穴とんかつで、他の定食やカツカレーも気になるので再訪したいです。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、最近食べたボリュームのある料理のまとめをお届けしました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。おみゃー、おみゃー、歩き、ふう、おみゃー、おみゃー、おみゃかしら、へい。